さて最後に登場するのは日本の選手です。男子シングル初出場で初優勝を遂げた日本の高橋大輔選手15歳です。いや、このフェンスのとこご覧になればわかるよ、はい、日本の女性がみんながね、3人がね、全部コーチみたいな顔しているんですよね。はい、そうですか。いや、もう非常にね、面白かったですよ。特にこの2人はね、もういつもこういろいろこう話して、なんかもう いっぺんにコーチになっちゃったみたいだって言ってでちゃんと送り出すわけですね、安藤美希選手と中野ゆかり選手でした。曲はウエストサイドストーリーのマリアです。ショートプログラムをウエストサイドストーリー使ってたんですね。そうですね、はい、ですからコスチュームが同じですよね。そうですね、でも男子シングルの場合ボーカル入りは許されませんから、ここはボーカル入りの方を選んだということですね。彼のいいところはね、非常によく滑るんですね、はい、もうこれは本当素晴らしいですね。やっぱりなんですか、非常に流れがあるんですね。彼の場合はですね、練習状態から言ったら決して恵まれているとは言えないんですよね、はい、リンクでもいつもコーチがそばにいるわけではない、もうその中でやっぱり自分でもうどうやって滑ったらいいかっていうようなことで、この一つ一つの動作やなんかも自分で考えるのが好きだというのが彼のいい点なんですよね、で、実際には結局地元にコーチがいない、だから教わりに行くという形で、毎日がそういう風な形で、レッスンを受けられる状態じゃないんですけどね、でもよく自分なりに工夫してやってますね。男子シングル第1位、日本の15歳高橋大輔選手でした。大会終了後3月16日に16歳になります。いや、もう将来が楽しみですよね。そうですよね、彼の場合の課題って言えば、体が硬いんですね。ですからどうしてもポジションがもう一つ取りきれない部分があるんですよね。だから例えばキャメルスピンの時なんていうのはどうしても足が横に出てしまうような形になってしまう。ですからそういう面の体の硬さみたいなのを感じさせない流れの良さみたいなのは持ってるんですね。だからそれだけにね、やっぱこれからはそういう体を十分動かせるような体にしていくっていうことが大事だと思うんですね。もうそういうものができてきたらね、もう才能としては素晴らしいものを持ってますからね、もう現に3回転半、それから練習では4回転のジャンプもやってますしね、もう3回転半はもう試合でもこれもう確実に飛んでますからね、これは3回転トリプルアクセルですね。
アンコールにも応えてくれました日本の15歳高橋大輔選手でした。日本人の選手が男子シングルでこの世界ジュニア金メダルを獲得したのは初めてのことでしたね。そうですね。